はようございます。おはようございます。それでは、ここから経営戦略会議を始めさせていただきます。本日の案件は、第5期追加市高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画における施設整備方針についてということで、福祉保健の方からよろしくお願いします。よろしくお願いします。今現在の第5期の高齢者保健福祉計画介護保険事業計画を策定作業中なんですけれども、今日ご審議をお願いいたしますのが、この5期計画におけます特別養護老人ホームの整備方針の変更をお願いしたいということでございます。この高齢者保健福祉計画介護保険事業計画は、それぞれ老人福祉及び介護保険法に基づきまして、高齢者の保健福祉サービスと介護保険事業の目標、それから介護サービスの見込み料と保険料等を定めるために策定する計画です。この計画によりまして、介護の施設も整備していきます。では、レジュメに沿いましてご説明申し上げます。まず一度整備方針の変更なんですけども、何をどう変更するかでございますけども、特別養護老人ホームの整備は大阪府の方針もございまして、定員29名以下の、地域密着型小規模施設の整備を進めてまいりましたが、採算性が低い、特に吹田の場合土地が高いということもございまして、採算性が低いのでなかなか整備が進んでいない状況でございます。そのため、この5期計画、24年度から26年までの計画では、公費型の大規模特養の老人ホームも合わせて整備するように整備方針を変更したいと考えております。2の大阪府の施設整備方針の変更をご覧ください。小規模特養ホームの整備が進まないのは他市とも共通のことでございますので、大阪府も大規模特養の整備を可能とするという方針の変更を示してまいりました。ちょっとちっちゃいになっておりますけど、改革の中に大阪府の整備方針からの抜粋をお示しいたしております。地域密着型の小規模特が望ましいんだけれども、地域の必要やニーズを十分把握した上で、どうしても必要であれば、それはしてもよろしいですという方針の変更でございます。次に、待機者数なんですけれども、3の吹田市内の特別養護老人ホーム待機者数のところをご覧ください。平成23年4月1日現在の数字なんですけれども、特養ホームの入所を希望しておられる方、申し込んでおられる方ですね、それが全部で764人、そのうち老健施設とか他の特別養護老人ホームなどの介護保険施設に居住しておられて、居住しておられない方ですね、そういうところに介護保険施設以外に居住しておられて、1年以内に特養ホームに入りたいと希望しておられる方が594人、そのうち要介護4号の方、重い方ですね、要介護4号の方と3ヶ月以内に、早くということで3ヶ月以内に入所を希望されています要介護3の方が421人、そのうち在宅の方ですが、どこの施設にも入っておられない在宅の方が283人となっておりまして、この283人を特に入所の必要性が高い方と考えて整備を進めたいと思っております。次に、現在の整備状況なんですけども、4の第3期計画第4計画における整備状況のところをご覧ください。いずれも小規模特養の整備になりますけれども、第3期では2施設58床が整備されました。第4期では3施設87床が認められまして、現在整備中です。まだ完成しておりません。4期は今年の末まで4期でございます。次に2面2ページをご覧ください。次は大規模特養と小規模特養の違いなんですけれども、まず各地大規模特養なんですけれども、これは先ほども申し上げましたように、小規模特養と比較して事業の採算性が高く、11月に事業者の参入以降ちょっと聞いてみましたら、やはり参入以降、土地の確保ができたらという条件とかございますけれども、事業者の参入以降もありまして、これは整備が進みやすい施設でございます。ただ反面 E にお示ししておりますように、入所者を吹田市民に特定できません。これは府内あるいは府外
誰どこでもいいということになります。ちなみに、23年8月現在で市内の大規模特養の吹田市民の入所率 76% となっております。施設によってほぼ 100% 近いところから50数パーセントと差はございますけども、平均いたしますと 76% となっています。次に、運でございますけども、整備補助金なんですけれども、これは23年の単価ですけれども、大阪府から1床の単価が、352万7000円ということで、仮に142床を整備するといたしますと、5億83万4000円の補助が出ます。吹田市の方からは、社会福祉法人に対する助成に関する条例および施行規則によりまして、府の補助額の3分の1の範囲で補助することができるとなっています。補助するとなれば1億6694万4000円が限度額ということになります。これまで誘導策といたしまして土地の無償提供をした上で建設補助もしてたケースが過去古い時代にはございます。最近も整備補助等を出している例はございます。それで、施設整備にあたりましては、そこは参考のところに書いてあるんですけども、老人福祉施設整備基金っていうのがございます。22年度末 の、 残高がそこにお示しておりますように1億8347万円ほどでございます。で今回、補正とかでお認めいただいております公園 の、 改築に伴う補助金が、トータルで1億ほどかかるんですけども、これがこの基金から出すかどうかが決まっておりませんけれども、仮に基金からこれ全額出しますと残りが8000万ほどになってしまいますので、もし新しい市大規模特養に市の補助を基金から出すとなりますと足らない状況ではございます。で、次に小規模特養なんですけども、これは大規模との反対でございまして、先ほど申し上げましたように土地が特に水が高いということもございまして、事業の再生性が低く事業者の参入意向も少ないということから現実に整備が進みにくいということになっております。ただこれは地域密着型サービスということでございますので、入所者は全て吹田市民に限定できます。それから補助金なんです、整備補助なんですけれども、小規模特養は府の基金がございまして、それを原資といたしまして市から補助をすることはございません。これは市からの補助はないということでございます。最後にどのくらいの整備数が必要かということでございますけれども、6の第5計画での特別養護老人ホームの整備必要数感をご覧ください。先ほど待機者数の説明で申し上げました、特に入所の必要性が高い283人について待機の開始を図るため、それに見合う整備数を考えております。283から、先ほど申し上げました第4期計画で現在整備中の87床を、差し引いた同じ200床について第5期で整備したいと考えております。また既存の大規模特養から増床の移行というのもこの11月に合わせて各界に聞いております。そういうことも合わせますとこの表のようになります。右の方なんですけども、全体が200床、それでうち大規模が増床分も含めまして、新規一施設増床分プラスで142床で、小規模が2施設分、これ29床かける2ということで58床というふうな計画を立てたいと考えております。でこの第5計画の、これ4期の計画の冊子なんですけども、第5計画にきっちり大規模も整備するということを明記しないと大阪府との協議ができませんので、こちらの方ぜひ大規模特養も合わせて整備すると方針に、ご承認いただきまして載せていきたいと考えております。で1月27日に福祉委員会ございまして、それはこの12月から1月初めにかけてパブコメをしておりまして、その結果も合わせて案を計画の案をお示しする会になっておりますので、そのところに合わせて大規模特養も整備するということも明記した形で審議していただきたいと考えております。で
大規模になりますと市の単独補助ということも可能であるということ の条例の法規にも確認いたしましたが、必ずしもしないあかんということではなく、できるという表現だということが確認しておりますので、その、出すか出さないかっていうのは、また、実際に、募集をする前にでもお測りするということでも時間的には間に合うということでございます。でまず来年度24年度は、計画の初年度は小規模の募集をして、次年度以降に大規模を募集していきたいと考えております。以上でございます。はい、説明の方が終わりました。施設整備方針の変更についての説明でございます。ご質問ご意見等ありますか。すみません、87章できるところ、できる、ダメルできてる、これもできます。すると3期4期をそれぞれやってきて、でその時の計画でいうと、もう待機者なしでやってきてるのが、今度はまた5期になるとまた増えてるという理解でいいの、それとも待機者の解消はできてない、その計画自身もできてなかったです。はい、今回の動きはもうやってしまおうということを理解でいいの。はい、会社の解消を目指すんですけども本来この283が最も必要の高い人という設定でしていますので、府なんかの、そうか、もうすぐ入れてあげなあかん、そば283ですから待機者はまだなく残るという理解で、764人にするのか421にするのか設定の聞き方はあるんですけども、ですがこれはポコポコ垂れていけばそれだけ保険料が上がりますので、その兼ね合いがございます。せめて283を目指す、はい、理解ということです。はい、あとはちょっと、さっきの基金の関係で言いますと、春節の話ともう一つは甲子園の時に議論されたんですけど、今立ってる特養もやっぱり一定古くなってきてて、建て替えの時期が来るというところからが何か所かこれから出てくるという理解があっていくけども、そことの関係でいうと基金の使い方っていうのはちょっと新設で使うかどうかで、そこの議論せなあかんよね。その辺はどうなるか、これではわからんけど、何度かあるの、それは甲子園以外では出てきそうな、それはまた教えて、はい、今日の時点で判断せなあかん。基金につきましては工事の分もどうするかっていうのが財政と結論が出てないんですけど、はい、基金全体の話は別にその延長が8000円ということについてはそこの議論がやらないと分かるよねって思います。あともう一点は小規模っていうのは先ほど何ていうの、再選性が難しいという話でおっしゃってたんですが、でこれ今今後の第5期でいうと2施設58床という規模を、うちが募集かける予定やって聞いたんですが、これは可能なの？ね、グループホームの併設でありますと再選性取りといいますか割と財政的に楽になりますので、今年度ですかね、から併設を優先して、特養と小規模特養とグループホームを併設して建てるところを優先して先行しているという状況がございます。で申し込みとか結構聞いてるの、それはどうなの？それはたまたま、23年度は同じ地域に集中はしてしまったんですけども、手は上がります。はい、だから僕はだから大規模がええんか小規模がええんかっていう議論に入ってなかったんで、はい、あれなんですが、一応一定小規模がまあ好ましいということで今やられてきたわけです、はい、まあ、その評価は別にしても小規模を約2施設って決めるのがええんかどうかもどうなんやろって思うんやけど、その辺はどう、はい、大規模が各所が目処でありますので、小規模をデイズルを取ってしまいますと大規模が立たない、うん、そういう理解ということにもなります。それと基礎のところで増床というご要望といいますか意向がありますので、それもやはり考慮をいたしますと、まあ、どんな線がこの辺かなということで、まあ、議論は無難ですけどもしております。
全部お金に絡んでくるからな。そうですね、まあ、小規模でしたらね、あの市からの整備ないんです、ね、整備が進むようであればいいんですけども、これまでなかなか進まなかったっ。僕言いたいのは、例えばね、あの小規模が3になったとしてさ、だから87って87ですよね、87床ですね、簡単には、はい、で例えばあの大規模140にしたって、まあ、それはお金の問題あるけど、そこはどうなんやろうっていうのがちょっとよくわからんのです。だからあの普通で言うたらさ、大規模100としたら200でしょ。これ142には増床分があるが142やけど、そこら辺との関係どうなんやろうな。これはもう保険料との関係、これ200床はその2、3年間を通してこの方が入られるという。じゃあだから分かって、そこの話があるからって言うてんだけど、うん、どうなんやろうな。また建築費だけで行くからそれなのか、僕の話。今保険料で行くとやっぱりちょっと難しい議論なのか。283で取り戻るわけな、話が。そうですね。これ以上あのベッド数増やしますと、全部保険料に跳ね返りますから、今でさえ1000上がることになってますので、1000以上に。あとはもう一つ教えてほしいんだけど、大規模はあの他種の人もあの受けざるを得んというのは、それはあの例えば条例決めてもらうかな、それは全然ダメだ。あの逆にね、介護の施設は全国どこからでも入っていいんです。そうやな、地域密着型だけがダメという逆の法律になってしまうので、それだけ市があのこの分 80% 追加市ですというわけにいかない。そしたらこの数で283人収容できるのか。だって他社の人入れなあかんねん。そうですね。ニーズ的にちょっと、はい、入れなあかんわけじゃない。運が良ければ。まあそれは今施設の判断だって、ね。うん、あの一応入所の判定委員会みたいなのありますよね。あの各施設に参加。そう、施設の判断ですね。今はね、そうなんですよね。一定の風化のところ。なんか入所の判定会はうちの場合の入所の判定会、それからよその人はよそがやってる。申し込みできるかどうかね。うちがやってる。差し入れるかいいのか、そしてですか。これあの大阪府の方で整備方針変更もあるんですけども、他的には今後大規模の方でかなりシフトしていくと。それはやはりね、保険料の関係ありますので、ね、若干ちょっとこの辺確認してるんですけど、あのだからといってすぐに手を挙げる市町村はそんなにない。どうしても保険料の施設整備っていうのがなかなか難しい。283も、ね、出された今後の一つに保険料もあるということです。これね、なあのうち在宅の方のみか283だから283、純粋にそういうふうに考えたらいいと思います。283の根拠というのはあの大号機でね、計画を立てていきますよね。でそうするとその保険料の関係も当然出てくるんだけど、まあ、今日はあの方向性の話だけなんでしょうけど、それ大号機の計画を立てるときにこの市内の入居率という言い方は確かに分かりません。それをカウントしてあの計画を立てないとですね、衰退市の 純粋の待機者数の計画が変わってきますわね。そこはどう考えられますか。ただあのやはりあのその政府をどれだけするかというのは、今は待機者数というか入所者数から判断しますので、あのであのこの在宅の283人という23日の全部現在のベースで傾向としては考えているということです。副所おっしゃるのは283人で大規模で 76% やから、それを判断して割り落としとかないかなでしょうね。これだ、イメージ区もね、あの吹田はね、あの国立病院の入所者数と逆転の数字ですから、大体思ってるんですね。吹田市民病院が大体こんな数字、まあ、よく似た数字なんです。傾向はあるんですが、これなぜ聞いてるかと言いますとね、資金計画ですよね。その計画の立て方によったらね、あの計画がこれから戦略性を持たないかということになりますので、
戦略性を持たせるためには、その今さっき言われた財源論の問題あるから、そういう意味では計画の問題と財源論とはいつ結びついてくるんだろう。僕はいいんですよ。あ、これはもう大阪こういう流れさ、その方がいいですけど、第5期の計画の中ではその議論はしない。解消計画だけですね。あの財源がどうのこのいうあの議論はしないかな。ご計画の中では。計画の中では。結局はこれから求められるのは計画の戦略性なんですよ。そういう意味では基金をどうするかということと、財源に枠確保するかという議論はどこかでしとかないかもしれない。だから財源がもしないんやったらさ、財源議論なかったら大規模1年遅らせる理由のほうがちょっと俺は分からない。募集1年遅らせるんだ。だから待機してんの283ってはっきりしてんのやんな。廃止だった方がええんちゃう。そこはそう思うてんけど、僕は勝手にそう思う気がする。それってその見込み方によりましてですね、保険料の算出 の, あの、その見込み料を出していきますので、 1年目から大規模の130人を乗せますと、その分であの見込み料が増えていくんです。だから徐々に上げていくことによって、あのそうですか、だから財源に入るわけでしょ。そこはだからそれがないんやったら、たぶん283ってはっきりしてんと、してあげたらええんちゃうかと勝手に思ってた。でもさっきは。そうですけど、保険料を算出するときの。いや、それが財源の2つある。建設の財源と保険料の2つあるやん。保険料の方のことを言ってね。そうそう。そういうトータルの議論とかいっぺん整理するかで、そうするとこの数字もちょっと変えなあかん。あのそこまで踏み込んで保険料をもう一度、ただ後になりますけど国保もありますので、なかなかちょっと我々両方持ってて、なかなかこっちはこっちですごいなという、まあ、今日本校付きやから、はい、とりあえず大規模 の, あの募集をさせていただいて、一番最初の一番でしょ、はい、方針の変更を立てて理解したいんでしょ、はい、せっかく、ね、質問していただいているのがちょっと大きくしたい、まあ、こんなの議論するのは僕も初めてやから、まあ、あの地域密着型の小規模施設の整備が望ましいというのは変わらない、うん、さっきはね、それはあるので、はい、それは基本にするということですね、はい、どうしたら整備進まない場合はということにはなります。一方で待機者どういうかによって大きい違いで、待機者の処遇市民のをどうしても考えてくれたら大規模も考えざるを得へんというところがあるわけよ。それと高齢化がさらに進んでいくのと、医療がかなり進んでるんですけども、逆にあの、ま、末期になってがんの末期とかで在宅に戻しあるんです、病院の方で、うん、高齢化地域ですごくあのヘルパーさんとか含めて家族も含めて、あの単に介護で在宅ということじゃなくて、もう癌の末期になって在宅に戻されるんで、あの点滴やら医療ケアとかいうことが含まれてすごく大変やということもありますから、それは特養でも用取りませんのでね、老健でも用取らない水準なんですよ、まあ、在宅が一番医療内容が濃いという意味から濃いんです。あの大きい問題点はそこへ集約してるんやけどね、そこをなんとかしてあげたいと思うと、ちょっとこの公務施設ということで何もやってももう用しませんのでね、もう看護師さん何雇わなあかんねんという世界になってますので、ちょっとそこら医療の中身どうなのかっていうのはちょっと、ただ在宅週末の話はまた別の議論にしとかないと、ね、はい、これが一緒に止まらないと思います、はい、ややこしい、高校としては、はい、私は失礼します、はい、そうしましたら、本日の第5期の杉田市高齢者保健福祉計画、介護保険利用計画におきましては、まあ、これまでの地域密着型の小規模の施設に加えまして、広域型の大規模施設の整備も進めて、特別養護老人ホームの待機者の解消を目指しているということでお話しています。でなお、広域型大規模施設の整備につきましては、その時期あるいは、基金の運用も含めまして、地域補助の在り方等につきましては、改めまして、財政状況も踏まえて、今後、改めて検討していくということにさせていただきたいと思います。以上で、経験の会議を終わらせていただきます。ありがとうございました。